皆さんこんにちは、只見町県民リポーターの小林あすかです。本日は只見ふるさと案内人協会の渡辺和子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。和子さん、はい、本日は何を教えていただけますか？昔から只見で使ってる、はい、只見流スノーシューの漢字で野原歩ってきてなと思うけど、いつも運動して行くんですね。うん、登るっちゃってもボホコミっていうの、只見弁で。もう親切歩くことボホコミ。いい景色ですね。やっぱり雪景色はここにお日様当たるとまた綺麗なんだけどね。確かに。漢字記体験は4月の下旬まで体験が可能ということなので、ぜひ和子さんをご指名でもいいですし、こちらの森の文庫ふざわにご予約をいただいても体験が可能です。只見でお待ちしております。只見に素敵あれ。